ジェイク・イーリーはアメリカ合衆国のギタリスト、作曲家、音楽家である。オジー・オズボーンの元ギタリスト。父親がウェールズ系アメリカ人で、母親が日本人のハーフ。アメリカ合衆国バージニア州ノーフォーク市出身。身長175センチメートル。幼少期にピアノのレッスンを受ける。姉の弾くギターに合わせてピアノをプレイするようになる。ジミ・ヘンドリックスを聴いて、 自身もギターを始める。なお、この若年の頃からすでに、ロビン・クロス・ビーラ後の LA メタルのメインメントは、地元ビーチをホームとするサーファー仲間としての交流が始まり、後のバンド活動に展開する。サンデー後でティーザーを結成し、活躍後、1980年にミッキー・ラットと呼ばれるバンドに加入。後にこのバンドがラットとなった。彼らはシングル、ドクター・ロック。 ドライビー・オン・イーをリリース。ラットを脱退後、ラフカットに加入するもすぐに、オジー・オズボーンのバンドのオーディションを受けるために脱退。ガツに吠えると、罪と罰の2枚に参加。その後、オズボーンのバンドから解雇される。レイギランを結成、2枚のアルバムを発表するもレコード契約を解除されてしまう。音楽的には、ブルースからの影響を持ち込んだ、ハードロック、ヘビメタルであった。 あとに旧友であるモトラットのベーシスト、フォアン・クルーシェー所有のスタジオにて、全曲インストゥルメンタルのフルアルバム、ファイン・ピンク・ミストの制作に取り組むが、作業は長期化し、契約の諸問題等を抱えてのリリースとなった。楽曲も実験的なものが多く、それまでの彼のスタイルからかけ離れたものであったために、ファンの間でも賛否両論巻き起こった。 1990年代から2000年にかけて多数のトリビュート作品に参加。バンヘイレン等のトリビュートアルバムを他のアーティストを招きレコーディング。またボーカリストのマンディライオンとのプロジェクト、ウィッキッド・アライアンスを指導させる。2000年にはロブロックのアルバムに参加。2005年、9年ぶりのソロアルバム、リトレースド・塊タりリ・リをリリース。 このアルバムは60年代と70年代のブルースカバー作品である。2008年にはハードロックバンドイナフズナフのアルバムディソナンスのレコーディングに参加したが、リリース後のツアーには参加しないことが発表された。1990年代から長らく自身の音楽活動は単発的な活動にとどまり、一時は音楽活動からほとんど遠ざかっていたが、 2011年頃からラスベガスに転居したのを境に本格的に音楽活動を再開し2013年にシャーベールのギタークリニックのためにウォーレン・デ・マルティーニと共に久々の来日を果たす。同年自身のバンドであるレッドドラゴンカーテル名義で久しぶりにアルバムをリリースした。おじい時代のメインギターは改造したストラトキャスターにシャーベルのロゴを貼り付けたもので ピックアップのレイアウトは SSH。シングルコイルはリマジオの SDS-1 をーキャクスラントに取り付け、リアのピックアップはセイモア・ダンカンのアラン・ホールズワースモデルが取り付けられる。ブリッジはハードテール。その後、シャーベルから前述のギターを元にしたオリジナルモデルの提供を受ける。アンプはホゼ・アーレイドンド改造のマーシャル100ワットやイギリスで。 購入したマーシャル 50W を使用。エフェクターは主にボスのコンパクトを使用した。おじい時代初期には、歴史コン PCM-41 も使用し、ステレオアウトプットしたが、コーラス効果によりごまかしの効くい,い加減なプレイを、する様になったことが嫌で、外された。バッドラン好きには、シャーベルとほぼ、同じ仕様の ESP 製、シグネーチャーモデルを使用。 こちらのモデルはすべてミディアムスケールである。リアピックアップには、セイモアダンカンの JB モデルが取り付けられている。音楽活動再開後は再び、シャーベルと契約、かつて使用していた改造ストラトキャスターを元にした、モデルが登場した。ちなみに、元となった改造ストラトキャスターはすでに所有していない。スタジオでは、様々なアンプを使用するがステージでは主に、 e v h 5 1 5 3 1 0 0 w を使用している。エフェクターは基本的にコンパクトエフェクターを中心にまかなっている。2018年のパティナへのツアーではフリットマンのアンプがステージでのメインアンプに変更される。ありがとうございます。